お疲れ様です。バーファイブ YouTube 支店バーテンダーの直津です。今日のおすすめはこの子、1980年代バーボンウイスキーブルックヒル6年。簡単にご紹介したいと思います。この子を一言で表すなら、いい意味で凡庸です。メープルシロップをかけたトーストにアプリコット系のジャムを塗ったようなイメージでしょうか。口当たりは非常にまろやか、マイルドなのですが、ボディは割としっかりとしており、余韻はそこまで長くありません。しかし凡庸というのは、1990年代から2000年代にかけてバーボンを飲まれていた方、その時の方々にとっては当時そこまで印象深く残ってないのではと思います。この子はここがいいんだよっていう特徴をそこまで主張してこないバランスタイプです。この子はしっかりとした村人感の中にあるどこか上品さが特徴の一つです。飲み方としてはストレートが柔らかく楽しめるんですが、ロックにしてしまうと結構ドライになってしまいます。水割りもかなりぼやけるので個人的にはおすすめしていません。しかしソーダ割りにすると美味しいです。この子はストレート、ソーダ割り、この2つの特化型という珍しいこともあります。ブルックヒルというブランドは実は禁酒法時代にも売られていたブランドで、かなり歴史があります。この子自体はキャッツ&ドッグスの一人としてヘブンヒル蒸留所が復刻した子です。この子のボトリングは1988年、ヘブンヒル蒸留所が火災に遭う前のプリハイヤージュースを使っているため、どんどん人気も上がってきてしまっています。この子の熟成年数は6年、度数は86プルーフ、43度。オールドボトルのバーボンの中でも決して手に入らないというわけではございませんし、まだお持ちのバーもあると思いますので、出会いましたらぜひご賞味ください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1980年代バーボンウイスキーブルックヒル6年、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの記事を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。